私の名前は角野美雪。どこにでもいるごく普通の大学生だ。大学生活になり始めた私は、今日からとあるパン屋さんでアルバイトをスタートさせた。今日からお仕事頑張るぞ。早く仕事を覚えてお店の力にならないと。角野さん、何かわからないことがあったらすぐに私に相談してね。今の店長だけじゃなくて私もいるから、じゃんじゃか頼ってちょうだい。まあ、私はあなたより一週間早くこのお仕事を始めただけの、ただのパートのおばちゃんなんだけどね。あははは。店長さんは頼りになりそうだし、山下さんは面白おばちゃんだし、楽しそうなバイト先でよかった。あんなに若くてちっちゃい店長だと頼りないでしょ。その点おばちゃんは腕っぷしも強いし、人生経験豊富だから、困ったことがあったら頼っていいからね。人間関係とか、学校の悩みとか、何でも相談に乗ってあげるわよ。あははは、よろしくお願いします。任せなさい。それじゃ、私も仕事を始めるとしましょうかね。店がオープンする時間になったのとほぼ同時に、男性のお客さんがやってきた。すみません。来週の日曜日にサンドイッチを100人分発注したいんですけど。100人分ですか？すごい量ですね。いやー、実は会社で働く人たちの交流を促進するための運動会が行われることになりましてね。それで下っ端の私がこちらのお店にお願いに来た次第です。やっぱり量が量ですから予約注文は無理ですかね。問題ありませんよ。日曜日に100人分のサンドイッチをご用意させていただきます。本当ですか？よかった。これで先輩とか部長にどやされないで済みますよ。サンドイッチの料金は先払いとなりますが問題ございませんか？はい、予算は潤沢ですので大丈夫です。それではこちらがお客様控えとなっております。お客様控えは大切に保管なさってください。サンドイッチの引き渡しはそちらのお客様控えと交換になりますので。男性客は支払いを終えると機器として店から出ていった。そしてサンドイッチを引き渡す日がやってきた。角野さん、山下さん、この間サンドイッチを予約していったお客さんが来たら私が対応します。ですので私が裏にいた場合は声をかけていただけませんか？わかりました。任せておきなさい。開店前、今日は普段とは違う作業がある。店に並べるパンの準備は滞りなく終わりました。あとは予約のサンドイッチを箱詰めしていきましょう。崩さないようにそっとお願いしますね。協力してちゃちゃっと終わらせちゃいましょう。こういうのはスピード感が大事よね。よし、私も頑張ろう。そして開店時間がやってきた。今野店長は裏で何か作業をしなければいけないらしい。そのため店内は私と山下さんに一任された。すみません、先日サンドイッチを予約したものなんですけど、ちゃんと出来上がっていますかね？あの大量のサンドイッチを取りにいらっしゃった方ね。大丈夫、我々がちゃんとご用意しましたから。今日はいいお天気でよかったわね。出かけるには最高なんじゃない？そうですね。サンドイッチを外で食べたら相当いい気持ちになると思います。なので早くサンドイッチを。あら、私ったら雑談に夢中になっちゃってごめんなさいね。すぐにサンドイッチを持ってくるから。あの女の人、サンドイッチを予約したものって名乗ってるけど本当かな？確か今日は会社の運動会なんだよね。ワンピースにハンドバッグってどう考えても今から運動するような格好じゃないし、怪しすぎるよ。ちょっと直接聞いてみようかな。すみません、お客様、お名前を伺ってもよろしいでしょうか？何よあなた、サンドイッチを予約したものだとさっき名乗ったじゃない。早く渡してくださるかしら。急がないとサンドイッチを待っている方たちに迷惑がかかるんですけど。サンドイッチはお客様控えと交換になっております。ですのでお客様控えをご提示いただけませんか？控え？ごめんなさいね。ちょっと今手元にないのよ。でも、私がサンドイッチを予約したもので間違いないから。ほら、角野ちゃん、予約客だって言っているわけだし、面倒だからさっさとサンドイッチを渡してお引き取りいただきましょうよ。さすがにお客様控えを持っていない人にサンドイッチを渡しちゃうのはダメですよ。予約した方の対応は店長がするって言っていたんですから、店長を呼びましょう。わかったわ。私が店長を呼んでくる。私が店長に事のあらましを説明すると、店長は予約したものだと名乗る女性客をバックヤードに案内した。私たちも店長と女性客と一緒にバックヤードへとやってきた。あなたはサンドイッチを注文した会社の人間ではありませんよね？嘘、この人予約した人と関係ないの？言いがかりをつけるのはやめて。私はサンドイッチを確かに予約したの。お客様控えは家に忘れてきちゃっただけなのよ。私は本当に予約客なの。
だからさっさとサンドイッチを私によこせ。さすがにここまでキレられると引くわ。この人はね、しょっちゅう予約客になりすまして商品を持っていこうとする厄介なお客さんなんですよ。はあ、どうしてこんな人が私のお店に入り浸るようになっちゃったんだろう。え、そうなの？私そんな人にサンドイッチを渡そうとしちゃっていたのね。店長、だから予約客の対応は自分でするって言ってたのかな。この間、男性のお客様がサンドイッチを予約されていたでしょ？あなたたち二人は気づいていなかったかもしれないけど、この女の人、その時に私たちの会話を盗み聞きしていたんですよね。本当ですか？私初めての接客で全然気づけませんでした。この人、パンも買わずにこちらをチラチラ見ていて、怪しさ丸出しでしたよ。何よ、私を悪者にするつもりなの？証拠もなしに人を怪しい人間だなんて言わないでよ。あなた、レジで予約をしたものと名乗ったんですよね。それはおかしな話なんですよ。サンドイッチの注文は個人名義じゃなくて会社名義だったんですよね。ほら、これが証拠の注文伝票。会社名を言って予約した商品を受け取ろうとするならまだ理解できます。でも、予約したものと名乗って商品を持っていこうとするのはおかしいと思うんですが。私は代理で取りに来たのよ。だから予約したものを名乗っても不思議じゃないの。はあ、あなた、2週間ほど前にも同じ手口で商品を盗もうとして私に追い返されたのを忘れになられたんですか？その時は私が、代理の方ならどんな商品をご予約されたか聞いていますよねと伺ったら、予約は勘違いだったみたいとおっしゃって逃げ帰りましたよね。毎回こういうことをされると迷惑なんですよ。今回は被害が万単位になるところでしたし、警察を呼んで対応してもらえますから。ああ、ごめんなさい。子供に美味しいサンドイッチを食べさせたかっただけなのよ。話になりませんね。子供に食べさせたいのならお金を払って購入してください。店長は女性客の言い訳を一周すると警察に電話をかけ始めた。山下さん、なりすまし客がいると直接的に話さなかったのには訳があります。私がストレートに言うと、なりすまし客を捕まえようなんて思ってしまうかもしれないと考えたからです。山下さんは正義感が強そうでしたからね。そうだったんですね。勝手に商品を渡そうとしてすみませんでした。しばらくして警察の方がやってきて女性客を連行していった。この後あの人はどうなるんですかね。さあ、常習犯ですし、うちじゃない場所でも同じようなことをしているかも。そうだとしたらそれなりに重い罪になると思いますよ。警察が女性を連れて行ったすぐ後、サンドイッチを取りに参りました。確か控えと交換でしたよね。はい、控えを確認いたしました。サンドイッチはこちらです。お気をつけてお帰りください。これを食べて運動会で好成績を収めてみせますよ。無事サンドイッチを渡せてよかった。その後、女性客がどうなったかは不明だ。ただ私がアルバイトをしている間は一度たりともパン屋さんに現れていない。きっと何らかの罪になったんだと思う。店長のことをちょっとバカにしていた山下さんは店長を見直したらしく、今度店長、この商品はどこに並べればいい？これはあっちに。といった具合に、困ったことがあればすぐに店長を頼るようになった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。